はい、皆さんお元気ですか？お絵描きうまくなろうクラブの花です。はい、ということで今日もレッスンやらせていただきます。ぜひ見てってください。はい、ということで今日はですね、目が大きい方の描き方のコツということでやらせていただきます。よろしくお願いします。はい、で今回ですね、モデルに取り上げたのがこちらですね、エマストーンさんですね。はい、私はアメージングスパイダーマンでしたかね。はい、スパイダーマンの映画でちょっと印象的だったんですけども、はい、この方を今日モデルとして描かせていただこうと思います。もう特徴どこでしょうって言ったらもう目元ですよね。もう眉毛も結構特徴あるんですけど、もう目がとにかく大きいですというモデルさんとなってますので、早速分析しながら描いていきましょう。見ててください。それではどうぞ。はい、それではね、早速書いていきたいと思います。はい、下書きは、今回はこの消える色鉛筆ですね、でやっていきます。はい、これでやっていきます。そうですね、ちょっとね横向いてるんですけど、目が大きい方笑うとこうね、下の涙袋がこうギュッと上がるので目がちょっと細くなってしまうんですけど、こういった何気ないこの表情の方が目の大きさっていうのは際立ってますね。はい、なので今回この表情、ちょっとチョイスしました。はい、まあちょっと横向いてるんですけど、早速これで描いていきたいと思います。はい、では、普段通りですね、下書きをしていきます。はい、まあ頭頂部はこう丸ですよねということと、そこからストーンとこう落ちていきます。はい、こんな感じですよね。そして、目はだいたい真ん中ら辺でちょっと左を向いてるので、センターラインは左側へ寄せると。はい、もうざっくりの下書きを取っていきますね。はい、目が大きい方のポイントをここから紹介していきたいと思います。髪の毛もこれぐらいかな。で、首が少し長い印象がありますね。はい、こんな感じで、っていうんじゃないですかね。はい、よいしょ、こう来てですね、まあざっくりで撮ってもらいますということです。はい、でここで、まず最初輪郭取ったら、次 T 字見てもらいます。はい、 T 字はですね、ちょっと離れ気味に見えますね。まず丸で目の大きさを取ってですね、T 字が横長になってるイメージですね。はい、なので鼻をこの辺りに描いてあげる。でポイント、一つ目がですね、目は大きく描くんですけども、まあ、ちょっとこうオーバーに描いてあげた方がその方らしさというのが出やすいです。はい、以前説明したんですけども、一般的な人物の顔ですね、まあ、真ん中にセンターラインあって、目もねちょうどこう真ん中あたり、 T 字もだいたい真ん中、というお話だったんですけれども、この標準値から外れてれば外れてるほど、特徴、それがその方の特徴なんですよという話でした。はい、で目が大きいなという時にちょっとだけね大きく描いてあげたところで、さほどこう一見ね見ただけではあんまり分かんないですよね。はい、なのでそれをよりオーバーに書いてあげることで、その方らしい、特徴をよりこう分かりやすくしてあげるということが大事になってます。はい、ということでね、目描きました。まあ黒目はね、目が大きい人っていうのは白目の割合が多いです。はい、黒目の大きさ自体は、みんな変わらないんですけども、まあ、この皮膚から眼球が出てる割合が多くなるんで、この黒目というのはほぼできった状態になってきますね。目が大きい方というのはね、ここが大きい、幅もこっちも横も大きい、幅大きいですね。はい、なので黒目はこうできてます。僕みたいな細い目の場合は、こういった感じで目がね、黒目が隠れるんですね。こんな感じでね、はい、僕の10倍以上あるんじゃないですかね、目の大きさが。はい、でこんな感じで下書き取れましたと。来たらこう口ですね、ちょっとこんな感じで口を書いてあげて、で輪郭とかは後々ペン入れで修正しながら入れていくようなイメージ。あと眉毛が
まあ、海外の方は眉毛と目が近いんですね。はい、で結構眉毛長い、なんていうんですか、横にワイドな眉ですよね。これを表現してあげましょうということですね。はい、でちょっとほうれい線も描いてあげてもいいかと思います。年齢がね、わかる形になりますよね。年齢僕わかんないんですけど、二十歳とかではないですよね。なのでちょっとこうほうれい線とかも出してあげた方が、その方らしい年相応な形で描けるかなという、イメージですね。はい、でこんな感じで下書きが終わりましたと。顎小さめの、こうですね。はい、こっからですね、ペン入れに入っていきたいと思います。ペン入れはいつもと同じです。コピックのこちらですね。僕は筆の部分をスケッチファインという、コピックスケッチファインというこの2部に変えてますね。はい、これの方が私はちょっと、今書きやすいんでこれで書いてますと。はい、では早速ペンで、書いていきましょう。はい、まずは輪郭ですねから書いていきましょう。こんな感じで、もうシンプルなラインでいいかと思います。こんな感じですね。こんな感じでどん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 描いていきますよということですね。そうですね。感じ。さあどんどん行きますよ。こういった感じで、ね、あんまりディティール描きすぎると、時間がかかったりごちゃごちゃしてくるので、はい、まあ、シンプルなラインで手数はなるべく少なめの絵に仕上げていきましょう。な感じですね。で、はい、こんな感じでしょうかね。はい、どんどん進めます。さあどんどん出来上がっていきます。はい、こんな感じで、大体全体のイメージはいいんじゃないかなと思います。はい、首の周りのあたりはこう影が強く落ちますので、もう黒で塗りつぶしてあげてもいいと思います。ここだけで、ね、立体感が出せるので、ぜひやってみてくださいね。はい、では、肝心なお顔の中を描いていきましょう。目ですね。はい、目からいきましょう。こんな感じでしょうか。で、二重、バッチリ二重ですね。と、で、まつげですね。で、長さはですね、長いのあったり短いのあったりっていう形で書いてあげてください。全部長かったり全部短かったりすると、なんか不自然な感じになりますのでね。はい、こんな感じですね。で、反対の目を描いていきます。いますね。はい、で次は黒目を描きましょうかね。
ハイライトは女性は少しこう多めにキラキラに、特に目が大きい方とかはね、光が入りやすいんで大きめ、ハイライトたくさん入れてあげるといいかと思います。あと海外の方はこの目の中塗りつぶさないでくださいね。色塗りの時にここに、その方独自の色を入れていきます。ちょっとブルー系の色ですよね。こんな感じですね、はい。はい、次は眉毛を描いていきましょうかね。こんな感じで結構鋭いですね。こんな感じです。はい、こちらの眉毛も描いていきましょう。はい、次鼻筋は結構ね、しっかりしてます。太い印象ですね。鼻筋もこう細い鼻筋の方もいれば、こうエマストーンさんみたいにこう太めの鼻筋の方がいますので、見極めて、しっかりその方らしい、鼻筋やパーツ描くようにしてあげてください。で、鼻はね、目が大きい方のポイントですね。これ鼻をね大きく描いてしまうとですね、目の大きさが際立たないんですね。こんな感じ、鼻がでかく描いちゃうと。だから目が大きい方を描く場合、まあでも目が大きくても鼻も大きい方もいるんで、そこはちゃんと見極めていただきたいんですけど、鼻別にそんなに大きさはないんですね、はい。なので鼻はちょっと控えめに描いてあげると目が際立ちますということですね。なので、少し上の方にですね、小さめに、でも鼻の頭はちょっとしっかりありますね。なので小鼻小さめ、鼻先を、鼻のてっぺんをちょっとボリューム感あるような感じの鼻で描いていきます。こんな感じですね。はい、あとは結構、まあ、カリカチュアっぽい感じになったんですけど、まあ、これを、こんな感じで描くっていうね、ちょっと例になったかなと思うんで、こんな感じですね、はい。こんな感じでいいかなと思います。で、顎の下ちょっと強い影入るんで、こう黒で塗りつぶしてあげても、立体感が、ペンだけでも立体感が出せますということですね、はい。こんな感じで、目の大きい方の描く時のポイント、こんな感じとなっております。はい、いかがだったでしょうかね。はい、まあ、ちょっとここから私がいつも使ってるこのアートスティックスっていう画材で、色塗りをちょっと見てもらおうかなと思います。まあ、早回しでいきますね。ちょっと涙袋もある方なのでこう書いておきますね。はい、エマストーンさんはこんな感じで完成ですということとなります。はい、では、ちょっとやっていきますね。見ててください。Thank you.
はい、ということでこんな感じで、カラーまで完成になります。はい、いかがでしたかね。はい、今回ちょっといつも水彩絵の具でね描いてるんですけど、今日はちょっと気分を変えて、これはね、まあ、海外の色鉛筆なんですけどね、アートスティックスっていう海外の色鉛筆になってますね。はい、Amazon とかで買えたりもする画材になってますので、ぜひ皆さん使ってみてください。はい、ということでエマストーンさんでした。目の大きい方の描き方ということで今日はね、やらせていただきましたけども、どうでしたかね、皆さん分かりやすかったでしょうか。はい、まあ、ポイントとしては目は、まあ、大きく描きますよ。それは当たり前ですね。目が大きいんですから、それをちょっと特徴をちょっとね、オーバーに描いてあげますよというのと、鼻や他のパーツというのは、そこまで、こう、ガッと大きくしてしまうと、目の大きさが際立たなくなりますので、その他の必要のないパーツは少し、控えめに描きますよということですね。これと、あと、黒目ですね。黒目は大半出てるようなイメージでね。はい、書いてあげるっていうのがポイントになります。はい、この3つですね、ぜひ皆さん守って、目が大きい、目が一番特徴だなという方を描くときは今のような要素をですね、守っていただいて描くようにしてみてください。はい、ということで今回のこの動画ですね、目の大きい方の描き方分かりやすかったという方はぜひグッドボタンをお願いいたします。はい、そして、チャンネル登録まだという方はぜひぜひチャンネル登録お願いします。はい、そして、我々 OUC お絵かきうまくなるクラブのインスタグラムですね、こちら、のフォローもぜひお忘れなくお願いいたします。はい、ということで今日はここまでとなります。はい、まあ、これまで離れ目の描き方、目の大きい方の描き方来ました。またこういったタイプの方どう描くんでしょうかとかね、コメント何でも聞いていただければ、コメントにてね、お答えさせていただきますし、動画にもねさせていただきますので、ぜひ皆さんどしどし、遠慮なくコメントの方してください。よろしくお願いします。はい、では今日はこの辺りで終了になります。今日もご視聴いただきありがとうございました。ぜひまた次回見に来てください。それではまたお会いしましょう。さよなら。